だ。 よかった。 無事みたいだね。 油断するな。戦場では最後まで何が起きるかわからない。手を出せ。反対の手だ。 怪我はひどくない。これなら島まで行けるな。泉の水を汲みに行くだけだ。 もっと速度を上げた方がいいか？
速度を上げて黙らせるのではなく下ろすべきだったか。確かに君が何に首を突っ込もうと私には関係のないことだ。だが君は不思議な人間だ。まるでこの世界の住人ではないようにも思える。君は高い能力を持ち腕も確かだ。敵の指揮官を瞬時に把握する力もある。それなりに戦闘経験もあるらしい。だが君はこの戦いの先にあるものしか見えていない。だから今起きている戦いでは気が緩む。違うか。私は君に死んでほしくないと思っている。少なくとも君の正体が明らかになるまではな。だからそれまで余計な世話を焼かせてもらう。島の緑が荒らされている。早く水を汲んでこい。ここも長居するのは危険だ。そんなにあるのか。それにバイクならこれくらい積めるだろうか。早く水を汲め。さっさと戻るぞ。君を送ったら私は寝る。時間を無駄にするな。動物だけではない。サンドビーストもだ。アン石官がなぜ私を弟子にしたのか知っているか。ベテランの女傭兵シャークは砂漠の一匹狼で弟子など取ったことはなかった。だが彼女は私を弟子にした。私にはサンドビーストを引きつける体質があった。彼女はその力が気に入ったんだ。私はサンドビーストをおびき寄せる餌に最適だったからな。慰めは無用だ。
君には関係のない話だからな。君が訪ねたからだ。辛くはない。もう過ぎた話だ。それに背中を預ける相手に自分の弱点を伝えておくことは重要だ。だから話したまでだ。今日の仕事はもういいのか？セーフティータイムが終わるまでそれほど時間はないぞ。いや、ただなんとなく気分が良かっただけだ。どうだろうな。なぜ笑ったのか、私にもわからないんだ。仲間ができたからだろうな。実を言うと、もともと君のことは嫌いではなかった。君は私がこれまで会った連中とは違う。君と話していると気持ちが穏やかになる気がする。見当もつかないが、飾りか？
サンドビーストのいない世界か。つまり君の世界では人は戦闘以外のことに時間を割けるんだな。ここでは考えられないことだ。だが実際にはエデンは外の世界よりはるかに危険な場所だ。この仮初めの安住の地はセーフティータイムを過ぎるとその本性を表し血で血を洗う世界になる。エデンの外では能力者たちは互いに危害を加えないよう取り決めを交わしている。しかしここはあらゆる欲望がむき出しで弱肉強食の世界だ。能力者連盟か。この世界に君のような人間は少ない。だが私はそんな人間が嫌いではない。君には勇気と生き抜く力がある。昨日の戦闘でも君は大した傷を負わなかった。回復も早い。ここでは重要な資質だ。それから君の絵はとても素晴らしいな。気に入った。行こう。君の守りたい者たちが水を待っている。今日はもう休め。0時までに体調を万全にしておくんだ。期限まであと2日。おそらく今夜はさらに大勢が追放されることになる。日付が変わったらまた来る。一つだけ打ち明けておこう。私は目的があってエデンにいるわけではない。言葉の通りだ。能力者のほとんどは目標や夢があってエデンに来るが、私はただこの場所を見に来ただけなんだ。
最初は砂漠から見ていただけだった。だがふと暗石館の言う理想郷が見てみたくなった。要するに私の目的はもう達成されているんだ。だから私は戦闘を避けている。エデンでの戦闘は私にとって何の意味もないからな。状況が変わったからな。少なくとも君には死んでほしくはない。それにカウントダウンの後何が起きるのか興味もある。ああ、もう一つ興味があったな。橋の上で話した君が戦う理由だ。エデンをもっといいところにしたい。確かに甘い幻想に過ぎないのだろうが、嫌いではない。ならばその実現のためにも早く休むことだ。見つけましたよ。言ったはずですよ。何か困ったことがあったらガーデンに来てくださいと。ずいぶんと時間が経ったのにどうして来てくれないんですか？ここ数日ずっと本を読んでいたんですよ。その本によると平和の時代の男性は好きな女性にバラの花を送っていたそうです。摘んだ花は長くは持ちません。受け取ってもらえますか？よかった。さあ、私の家に行きましょう。ハーブティーをご馳走しますよ。
疲れているんですよ。少し眠ってください。大丈夫、邪魔をする人はいませんから。気にすることはないよ。世の中には忘れてしまった方がいいことだってあるんだから。これからは何もかもが良くなる。私たちはエデンにいて、君のそばには私がいるんだから。エデンにいれば私が君を守ってあげる。私はどこにも行かないよ。もちろん君もどこにも行かせない。君には幸せでいてほしいんだ。